合図とは、東日本旅客鉄道が万越再線で運行する列車に付与される愛称である。1959年からは、仙台北方間の準急列車で、高度経済成長期の1968年からは、上野合図若松間を東北本線万越再線経由で運行していた特急列車の愛称である。1993年以降は、 郡山合図若松北方間で特急ビバ合図2003年以降は快速列車に格下げされ合図ライナーとして運行された。また2005年から2010年は夏季に合図デスティネーションキャンペーン開催に合わせた臨時特急列車として2011年は団体列車として合図が運行された。2015年3月のダイヤ改正で快速 アイズライナーは廃止され以降は、相性のない快速列車として運行されているが、福島デスティネーションキャンペーンが開催された同年、4から6月の週末並びにゴールデンウィークを、中心に通常は719系、電車4両編成による、快速列車3往復を485系、電車6両編成に置き換えた上で、快速、アイズとして運行された。 2020年3月14日のダイヤ改正より、従来の快速列車への指定席車両の設定に、伴い E721 系電車による快速、合図の運行が開始された。485系、A3A4 編成合図若松行き方向幕485系、A1A2 編成赤米塗装国鉄特急色583系、n 1 n 2編成本校では、 これら一連の万越再生優等列車、合図、ビバ合図、合図ライナーのほか、主に、郡山駅合図若松駅、北方駅間で運行された、過去の優等列車である、バンダイ、ヒバ岩城などについても解説する。合図南秋田運転所伊憾国四百八十一京仙五百番ンダイ、合図、バンダイ S-40 編成黒波455から、1、 バンダイ氷山行きサボ、ビバアイズ2002年仙台転入485系、快速、アイズライナー2005年夏季以降、アイズ地方の観光キャンペーンである、アイズデスティネーションキャンペーン開催に合わせて、特急列車として、臨時運転されている。2005年の運行2005年改造車2005年7月1日から9月30日、アイズ地方の観光キャンペーン。 アイズデスティネーションキャンペーン開催に合わせ以下の特急列車復活運転が行われた。1993年まで運転されたアイズとの相違転停車駅2006年の運行2006年7月29日から9月30日にこの夏もアイズへ2006キャンペーンの一環として運行された。2006年改造。 赤べ車停車駅2007年の運行2007年7月1日から9月30日に、この夏も合図へ2007キャンペーンの一環として運行された。運行外況は以下の通り。2008年の運行2008年7月19日から9月28日の土曜休日に復活運転。使用車両や座席種別などは2007年の運行と同じとなる。 2009年の運行2009年7月4日に下り、列車が翌5日には、上り列車が、新潟車両センター所属の485系 T18 編成で運転された。前面のヘッドマーク及び、側面の行き先表示は、表示コマが用意されていないために、シール式のものが使用された。また、7月18日から8月2日までの土休日、 8月29日から30日、9月19日から23日は、例年通り、赤べ車で運転。2010年の運行7月17日から19日、7月31日、8月1日、8月7日から8日、8月28日から29日、9月18日から20日、9月23日に、例年通り、赤べ車で運転。2011年の運行7月23日に、 団体臨時列車として、新潟車両センターの485系、計1編成で、上野北方間片道運転。前面のヘッドマークは、表示コマが用意されていないために、シール式のものが使用された。また、9月23日にも、団体臨時列車として、仙台車両センター485系の、国鉄特急職で、上野藍津若松間片道運転が設定されて、 いたが、台風15号の影響により、東北本線、黒磯郡山間が普通となったため、郡山合津若松間の運転に短縮された。2011年以降の運行、2016年から2020年の年末年始にかけて、小ご田運輸所属のキハ48リゾートミノリを使用し運行された。リゾートミノリ単体での万越再選入選は2016年の運行が、 初となった。ありがとうございます。